大阪東線201系から221系へ、ロングシートからクロスシートへ、いよいよ本日3月12日大阪東線の車両が変わります。というわけで皆さんこんにちは。ここは JR 西日本一大ターミナル新大阪に来ております。本日は昨日大阪東線の201系がラストランを迎えたわけなんですが、本日よりこの大阪東線を走ります新しい普通列車221系を、この新大阪初の一番列車を今回ね乗車していきたいと思います。こちら電光掲示板に並んでおります三角印、昨日まではすべて201系ということで丸印だったんですが、今日からすべて三角印の普通列車という風になりました。新大阪発一番列車は5時55分発普通急行重機です。いや、昨日はこのポジションで新大阪の駅名標と、そして201系のウグイスエドの、ね、車両を収めた写真に収めたものですが、もうこのホームに201系がやってくることはありません。まあ、今からわずか4時間ぐらい前の出来事なんですが、まあ、なかなか信じられませんね。昨日まで全て201系だったのが、まあ、今日から全て221系に置き換わるわけですから、普通列車の急行時期です。南水田 JR 淡路白北公園通りの順に終点の急行時まで各駅に停まります。まもなく発車いたします。ご利用のお客様は車内でお待ちください。いたしました。おはようございます。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は大阪東線普通電車の急行時です。終点急行時まで各駅に停まります。車掌は杉浦です。終点までご案内いたします。次は南水田です。出口は左側です。この先電車が橋を渡りますと少々揺れますので、お立ちのお客様は次側結びをお止まりください。
お待たせいたしました。おはようございます。大阪東線出電車急報時期です。次は高井田中央です。降り口は右側です。まもなく高井田中央。新神です。お出口は左側です。奈良方面ご利用のお客様、降りたホーム1番乗り場、2番乗り場から、大和路線天王寺 JR 南波方面ご利用のお客様、階段を渡りまして3番乗り場、4番乗り場から、それぞれ発車いたします。この電車到着後、回送電車として車庫に引き上げます。続きのご乗車いただけまして、皆様お降りください。今日も JR 西日本ご利用くださいまして、ありがとうございました。まもなく終点急行時です。ドアから手を離してお待ちください。お出口、左側です。終電急報時です。回送電車です。皆様お降りください。